今日の東京株式市場の日経平均株価は大きく値上がりしています。上げ幅は一時1000円を超えました。現在、日経平均株価は昨日より1065円高い22、597円となっています。昨日。 FRB アメリカ連邦準備制度理事会が個別企業の社債の買い入れを行うと発表しニューヨーク市場のダウ平均株価が上昇したことで市場に安心感が広がりましたまたアメリカの景気刺激策への期待感も高まり東京市場は午後に入って上げ幅を拡大しています昨日に比べ一時1000円以上上昇し 2万2000円台の大台を回復しました。